こんにちは、七色の扉です。今回はダイソーでの購入品をご紹介します。最初はスポンジ付きパウダーポットです。110円です。ルースパウダーやミネラルファンデ、チークなどを詰め替えてコンパクトに携帯できるというものです。本当は2つ買うつもりだったのが、これが人気すぎてどこのお店も品切れで、やっと見つけたこれは最後の一つでした。使い方は容器の中にパウダーを入れてポンポンするだけです。ふわふわスポンジパフなのでムラなく仕上げることができます。チークであればケースの中で割れてしまったものをさらに粉々に砕いて入れると便利に使えます。サイズは直径 40mm×高さ 44mm のコンパクトサイズなので、ポーチにすっぽり入ります。こちらは初めて使う際にはティッシュや手の甲などでパフにパウダーが十分なじむまでやや強くポンポンと押し当ててください。私はルースパウダーとチークに使いたかったのですが、一つしかないのでとりあえずルースパウダーに使おうと思います。次は炭酸キープキャップです。110円です。一度開けた炭酸入りペットボトルにこちらを取り付けて、ハートの部分を加圧すると空気の圧力で炭酸抜けが防がれ、シュワシュワ感をキープするというものです。かなり前にダイソーさんで炭酸逃しませんというグッズが販売されていましたが、こちらの方がコンパクトだし使いやすそうです。ペットボトルですが 1.5 リットルと 500ml サイズに対応しています。炭酸を逃さないキャップは他のお店にもいろんなタイプがあり、同様のタイプだと安くても400から500円台はしますが、それを考えるとかなりのプチプラです。使い方はペットボトルに取り付けて、本体側面にある穴を押さえながらポンプ部分を押し、ポンプが硬くなったら加圧をやめて保存します。ボトルは横向きにせず必ず立てて保存する必要があります。キャップ部分はスクリュー式なので、開けるときは本体をひねると開きます。開ける際にはポンプではなく白い部分を持って開くようご注意ください。食洗機や乾燥機は使用できないです。あと空気を入れすぎると破裂の恐れがあるので、入れすぎないようにしてください。時に炭酸を飲みたくなることがありますが、一気に全部は飲めないので、これがあれば飲み残しも美味しく飲めそうな炭酸キープキャップです。次はキッチンペーパーケースです。110円です。こちらは少し前に販売されていたようですが、近くのお店では最近やっと入荷されたものです。その名の通りキッチンペーパーを収納するケースです。私はキッチンペーパーではなく、少し前に紹介した除菌ペーパー用にしようと思い買いました。クリアケースではペーパーがスムーズに出ないので、こちらに変えてクリアケースにはそのままティッシュペーパーを入れておくつもりです。材質がポリプロピレンなので、どうしても静電気で猫の毛がついてしまいがちです。カラーはホワイトのみですが、清潔感とすっきりとして見えるので、キッチンやテーブルなどどこでも置けそうです。サイズは幅 24.1cm×奥行き 13.1cm×高さ 8.7cm です。ペーパー類を買ったまま全部入れると多くて浮き上がると思いますが、使いやすい程度に留めておいて後から追加で入れると良いかと思います。取り出し口の形が横いっぱいに広がっているので、ティッシュよりも硬いペーパーでも取り出しやすいキッチンペーパーケースです。次はカビ汚れ防止マスキングテープです。日本製でそれぞれ110円です。使っている方が多いかと思いますが、これらはどちらも増量して販売されているものです。増量されているのは今のところホワイトのみです。幅 15mm の細いタイプは5メートル増量して12メートルとなっています。
幅 30mm の太いタイプは2m 増量し 6m となっています。使い方は変わらず、お風呂や窓際の仕上げお掃除に便利で、私はもっぱら窓のサッシに貼り付けています。汚れたら剥がしてまた貼り付けるだけなので、楽にお掃除ができる点が嬉しいです。これからずっと増量されるのか、それとも期間限定なのかは分かりませんが、これでまたしばらく使える掃除用マスキングテープです。次は折り込みブラシとコームです。日本製でそれぞれ110円です。ひまわりカラーということで、他にもオレンジがかったイエローがあり、形も折り込み以外にヘアブラシがありました。私は持ち歩き用が欲しくてこちらを買いました。このシリーズはひまわりオイルと抗菌剤が配合されています。材質はポリプロピレン、耐熱温度は70度です。注意事項がいろいろと書かれてあり、パーマを当てている方、くせ毛がひどい方は使用不可で、濡れた髪にも使用ができないのでご注意ください。ホテルのアメニティのようなブラシとコームですが、それよりコンパクトな印象なので持ち運びには便利だと思います。コームは薄いので防災リュック用に、ブラシは持ち歩き用にしようと思います。次は振ってばらけるシャカシャカフードストッカーです。110円です。刻みネギを冷凍させる際に使うフードストッカーみたいと思いながら見たら、中のすのこが色違いなだけでした。ネギ用もありましたが、こちらはチーズ、パセリ、ミックスベジタブルなどにとされています。私は半ば冷凍庫の整理を兼ねて2つ買いました。我が家の冷凍庫にミックスベジタブルがありますが、買った袋のまま袋の口を閉じているので、詰め替えると使いやすくなりそうですし、冷凍庫がすっきりもしそうです。もう一つはシュレッドチーズに使う予定です。大量を買って振り分けて冷凍保存していますが、若干の塊ができるので、振ってばらけるとチーズも便利に使えそうです。食材を入れる際には水気をよく切ってから容器に入れます。容器を上下に振ると中のすのこが細かく上下して凍った食材がばらけますが、水気が多く残っているとすのこが動かなくなる場合があるのでご注意ください。食材を取り出した後は蓋を閉めて速やかに冷凍庫に戻します。こちらは食洗機や乾燥機、電子レンジ、煮沸消毒はできないのでご注意ください。ネギ用のフードストッカーを使おうと思っていましたが、長らく使っているとネギの匂いがこもっているので、新たに買ったシャカシャカフードストッカーです。次はマルチスタンドです。110円です。スマートフォンやタブレット用のスタンドです。今ではいろんなタイプのスマホスタンドがありますが、使わないときはコンパクトに折りたためて収納しやすいので、こちらを選んでみました。使うときは V 字に開いて載せるだけの簡単なタイプのものです。スマホやタブレットは厚さ 9mm までのものに対応します。タブレットを載せる場合は横置きのみです。材質は白い部分がポリプロピレンですが、黒い部分は熱可塑性エストラマーなので、ソフトで端末が傷つきにくいのも特徴です。最大展開幅は 13.5cm です。閉じた状態でのサイズは幅 11.5cm かける高さ 3cm かける厚さ 0.8cm です。カラーはこちらの白黒と全体が黒の2つのパターンがありました。今使っているスマホスタンドはコンパクトにはならず、テーブルに置きっぱなしだったので、今後はこちらに変えて使わないときは片付けようと思います。